せーの、やーともかほです。お久しぶりです。お久しぶりです。日本にね、無事帰ってこれました。うん、何事もなくね。そう、アメリカに新婚旅行で行ってたんですけど、たくさん動画撮ってきたんで、うん、そちら今頑張って編集してます。半月間、うん、毎日動画回してたから。そうだよ、やばい、動画、うん、だからまあいい感じにまとめてね、うん、出そうと思います。はい、もう少々お待ちください。お待ちください。楽しかったね。楽しかったね。疲れたけどで、今日はちょっと帰国のお知らせじゃなくて、うん、イベントのお知らせです。はい、イベントやります。久々だね。そうだね、うん、トカリのイベントはちょくちょくやってるんだけど、うん、初めてだよ。そっか、こういう形式は初めてか。うん、ちゃんとしたいザ・イベントみたいなやつは、うんうん、今回は初めてだね。初めて、うん、しかもいろんな初めてがあります今回。なんとそうですよびっくりしちゃう。はい、今回のイベントは、うん、なんと大阪で大阪で、うん、茶の間の波系と波シャトー系イベントやります。びっくりだよね。びっくりだね、これね、うん、多分みんなもびっくりしてる。うちらもね、うん、わーいって感じ、ね、さっきも言ったけど、こういった形式のイベントも初めてだし、うん、そもそもね、大阪でイベントなんてやったことないし、うん、で、なみちゃんとけいくんと一緒だよ。そう豪華すぎるでしょ。今回のイベント名は、うん、はいはい、お邪魔します、邪魔すんでやったら帰ってです。なんかね、これは大阪の人ならわかるやつ、わかるネタらしいね。そのまあ、だからイベント名からもわかる通り、うん、僕たちが大阪にお邪魔するっていう感じだね。お邪魔します側だね。そうだね。多分だけど、参加してくれる方もそっち方面の人が、うん、まあ、割合的には高くなるじゃん。そうだね。だから本当よろしくお願いしますっていう気持ちでアウェーだよ、うちら上陸させてもらう関西弁に負けないようにしなきゃ。そうだね、うん、英語で対抗しよう対して上達してないよ。 Yes。 ね、イベントの概要をお伝えいたしますが、うん、はい、日程は7月22日の土曜日です。はい、なので1ヶ月後だ。お、ちょうどね、はい、うん、で、1部と2部があります。うん、1部が11時から、うん、2部が15時からです。はい、会場はドリームホール放送芸術学院専門学校です。はい、かっこいいね。で、内容がイベント、まあ、トークメインのね、うん、イベントとチェキ撮影でございます。はい、みんなの前で何喋る何喋ろうね初めてだからさ、緊張しない？緊張するね。なんかこのさ、回やるって決まって、うん、いっぱいミーティングとかしてるんだけど、うん、もう一番最初の時からもうなんかずっと緊張してるいいよ、緊張しなくて。えって思って、みんな何知りたい何情報を与えるやつなのチケットの料金は、うん、通常チケットが5,500円、うん、チェキ券付きチケットが6,500円で、はい、席は座席指定、整理番号順にご案内する形です。はい、でチケットの受付開始が6月23日金曜日19時から。この、だからちょうど動画出た時。そうだね、うん、もうやってます。はい、で今回は抽選受付です。はい、チケットの申し込み期間が23日の19時から25日の23時59分までです。はい、当選発表は28日水曜日頃でございます。はい。何なんだ、ラジオってよくわかったねラジオのさ、ね、お知らせ。そうそうあれ憧れあるよね、うん、ちょっとやりたいよね、ラジオやりたいねラジオやるか、じゃあラジオで練習してイベントの時に喋れるように。じゃあ今日からラジオ始めてラジオイベントできるようにしよう。あ細かい詳細は、うん、チケットサイトの URL を概要欄に貼っておくので、そこから見てください。お願いします。お願いします。で、ちょっとそれ撮ってそれ。あなんと今回グッズをね、うん、ナミちゃんたちと一緒に&それぞれで、うん、作りました。すごいすごい、そんなことってあるんだね。ね一緒に出来上がるものってびっくりしたよ、ね、グッズって久しぶりだよ、しかもすごい本当だね、うん、じゃーん邪魔すんねやったら帰ってティーンいいね、そのネーミング、うん、イベントといえばというかね。そうだね、ライブティーイメージだよね。あ、そうそうそうライブティーイメージで、まあ、こんな感じにしたんだけど、ナミ、うんうん、ちゃんたちがうちらを描いてくれて、うん、うちらがナミちゃんたちを描くという、うん、
コラボティーだね。そうだね、コラボティー、うん、背景はカホだよね。あ、そう、うん、え、間違ってたらすいませんね。何が？この大阪のイメージでいろいろ書いたんだけど、うん、間違ってたらすいません。大丈夫だよね。合ってる、うん、タコとかたこ焼きだよね。うん、うん、これかわいいよね、すごい。これと、あとは他にもこれね、推しなんですけど、うん、タオル、いいね、かわいくない？これ発色がいい、うん、発色かわいい、ピカーっていう ね、トモカホグッズと、ナミちゃんたちグッズ、うん、そうそうそう、てかイベント限定だからね。そうだよ、うん、こんなの初めて作ったね、うん、トモカホサコッシュ、サコッシュ初めてのね、結構大きめで、うん、だから T シャツとかさ、もし買ってくれたらここに入ったりとか、ね、あ、そうだね、帰りとかね、うん、で、この絵もね、今回描いたんです。うん、浮き出してる風そういうわけではない。目がバグル風3D かな、 3D かな、サコッシュ、そうそう、オレンジハマってるからね、かな、うん、そう、オレンジにした。濃いアクキ、うん、こちらアクキ、日焼けしたんですか？日焼け、日焼けをイメージして、アメリカでの日焼け後のうちだ。あ、ステッカーだ。ステッカー作れたんだよね。ステッカーさ、アメリカ旅行でもいっぱい買っちゃってさ、うん、ちょっと好きだなって思った、うんうん、日焼けステッカーそれがうちらのグッズで、ナミケイちゃんたちは、うん、いっぱい作ってるよ。そうだよ、ステッカーに、アクキーに、サ、うん、コッシュに、うん、後ろかある、かわいい、かわいい、トートバッグにマグカップもだわ。あ、マグカップね、面白いよね、うん、そういうのね、こういう感じ、うん、マグカップ、これを会場で売られるよっていうね、うん、やつですね。楽しみだよね、すごい、うん、うちらも楽しみ、うん、だからもう買ってくれた人は分かると思うんだけど、うん、トカリのお渡し会の前日、うんうんうん、にトモカホ並木屋イベントトカリ渡し会っていう感じになってるから、うん、大阪 2days なんでライブぜひね、あのトモカホ並木屋ね、両方推してくれてる方、うん、ね、ぜひ来てほしいし、どっちかだけね、うん、見てるって方ももう片方の方にハマる、ね、機会かもしれないから、そうだね、うん、こんなコラボのイベントみたいなのってなかなかないと思うから、うんうん、ぜひこの機会にイベント参加してみてください。お待ちしております。お願いします。 Hi guys なったじゃーん。1万円ですなったじゃーん。うまい全然楽しくない。うわー1万円どっちの方が増やせるか対決。この近くに住めたらはい Thank you.